はい、じゃあ今日のメッセージ参りましょう。오늘말씀보겠습니다。今日はこの一箇所を通して祝福のメッセージを。오늘이한부분을통해서우리함께축복복된말씀나누겠습니다。まず今日の聖書を見れば、먼저오늘말씀을본다면、神様の持っておられるイスラエルに対する御心を知ることができます。하나님께서지니신이스라엘이향한그주님의뜻을볼수있습니다。どのような御心でしょう。어떤뜻입니까。それは、イスラエルを滅ぼすことが神様の御心ではないということです。이스라엘을멸망케하는것이하나님의뜻이아니라는것입니다。30節を見れば、30절을본다면、私がこの国を滅ぼさないようにということなんですね。이땅을위하여라고말씀합니다。神様は、하나님께서는、イスラエルに最終的には裁きを行われるのでありますけど、최종적으로이스라엘에게그심판을주님께서허락하십니다。それは彼らの罪のゆえで、그것은자신그들의죄로인함이었습니다。彼らが堕落したんです、ね。그들이타락을했습니다。しかし神様は、하지만하나님께서는、本当ならば彼らを裁くことは願わないという。그들을심판하시기를원치않으십니다。彼らを裁くことなく、그들을심판치않으시고、彼らを滅ぼすことなく、그들을멸망치않으시고、願わくは彼らが悔い改めて、바라는것은그들이회개하여、神様の身元に立ち返ってくることができますように、주님앞으로돌아올수있기를、このことを神様は願っているということです。그것을그들이바랐다는、그것을하나님께서는원하시는것입니다。本当にこれが神様の御心であることを感謝します。이것이하나님의뜻임을진심으로감사합니다。神様は、하나님께서는今日も오늘도私たちが悔い改めて帰ってくることを願っておられます。우리가회개하고돌아오기를바라십니다。神様の願いはあなたを裁くことではなく、당신을심판하는것이아니라、あなたを滅ぼすことではない。당신을멸망하는것이아니라、멸망하는것이아닙니다。하나님의원하시는私たちが悔い改めて神の元に立ち返ってくる。주님앞으로돌아오는것입니다。私たちが悔い改めるなら、우리가회개할때、私たちは、우리들은イエス・キリストの十字架のゆえに全て許されます。イエス・キリストの十字架の御用로인함、인함、イエス님의보혈로우리가사함을입습니다。私たちが悔い改めを行うなら、우리가회개할때면、イエス・キリストの十字架のゆえに神様我らを受け入れてください。イエス님의십자가그보혈로우리들을받아주십니다。イエス様が、イエス님께서、私たちの全ての罪を贖うために、우리의모든죄를구속하시기위해、十字架にかかって死んでくださったがゆえに、십자가에못박혀돌아가심으로말미암아、私はそのお方イエス様のお名前を通して悔い改めるなら、神様は無条件でそのお方を受け入れてください。우리가예수님의그이름으로우리가회개한다면주님께서무조건적으로그죄를사해주십니다。神の願いはあなたを救うことなんです。하나님의바람은당신을구원하시는것입니다。その願いを実現するために、그바람을실현케하기위해、神様は、하나님께서는、ご自分の大切な一人をイエス・キリスト、この地上に送られたんです。자신의귀한독생자예수그리스도를이지장에허락하셨습니다。そして十字架にかけて死なせたわけです。그리고십자가에못박혀죽이시기까지하셨습니다。神様がここにいる皆様を救いたいという願いは本気でありますよね。하나님께서당여러분들을구원하기원하는바람바람은진심입니다。大切な一人を十字架にかけて死なせてまでしてもあなたを愛し救いたいと願われるお方である。자신의독생자예수그리스도를십자가에죽이시기까지여러분들을구원하시기를원하십니다。イエス様の十字架は、예수님의십자가는、私たちに対する神様の持っている愛の形です。우리에대한하나님의그사랑의모습입니다。私たちを救いたいという熱い思いがあのイエスの十字架に表されているという。우리들을살리시기 원하는그뜨거운마음이예수님의십자가에드러나십자가에서드러납니다。私たちが、우리가十字架を見るときに、십자가를바라볼때、そこに神の愛を見ることができるんです。거기에하나님의사랑을볼수있습니다。十字架を通して、십자가를통해서、天のお父様の熱い心を私たちは知ることができる。하나님의그뜨거운마음을우리는알수있습니다。神様のその愛、그사랑、私たちがもう一度十字架を通して。우리가그다시한번그십자가를통해서今日天の父の愛に触れることができますように願います。하나님의아버지의그사랑을만나기원합니다。でまたその神様のその熱い思いに私たちが正しく応答して그리고하나님의그뜨거운마음에바르게우리가응답하고나가기원합니다。残念ながらイスラエルは、요한스럽지만이스라엘은神様の愛に正しく応答できませんでした。하나님의사랑에바르게응답하지못했습니다。이스라엘은타락して、이스라엘은타락했으며、罪の中に自分たちを置き続けます。죄안에자신의몸을두었습니다。そんなイスラエルに対して神様は何人もの預言者を送りました。그러나이스라엘에게하나님께서몇명의많은사람들의예언자를보내셨습니다。에스겔도その一人です。에스겔또한그사람입니다。
しかし彼らはその預言者たちの言葉を無視して罪の中に落ち続けています。神様の語られる御言葉に彼らは完全に耳を塞いで、もう自分たちの願いを赴くままに生きるということです。今すぐ滅ぼされても、もう今さから今すぐにお前はもう知らないと言われても、誰もが納得できるような、もうこれは仕方ないなと思えるような、もうそのような神様のくださった恵みを無駄にして生きたそのような彼らであったんです。しかし先週見たように、神様はそれでもイスラエルを愛した。それでもイスラエルを救おうと願われた。神様は彼らが悔い改めて帰ってくることをずっとずっと待ち続けたということ。そのことのために神様はある人を探すんですよ。誰を探すのか。それを今日の聖書を見ることです。私の前で石垣を築き、破れ口を修理するものを神様は彼らイスラエルの間に探し求めたんです。이땅을위하여성을쌓으며성무너진데를막아서서나로멸하지못하게할사람그사람을찾았다라는것입니다。神様はイスラエルを救うために、이스라엘을구원하시기위해、이스라엘을滅ぼさないために、이스라엘멸망지않게멸망멸하지이스라엘の中に、イスラエル안에石垣を築いて破れ口を修理することのできる者がいないかどうかを探されたということ。성을쌓으며성무너진데를막아서는자그자를찾았다는것입니다。しかし、하지만残念ながらそのようなものを見つけることをできなかった。유감스러웠지만그사람을찾다가얻지못하였다라고말합니다。もしそのような人々を見つけることができたら、만약그런사람들을찾았다면、そういう人が一人でも二人でもあのイスラエル堕落したイスラエルの中に。오라레타나라바그런사람이한사람이라도두사람이라도그이스라엘가운데있었다면一生懸命石垣を築いて열심으로성을쌓고もうみんなは堕落しているその中にあっても破れ口を修理するために生きる人が一人でもいたならば모두타락하여가는그가운데서한사람이라도성무너진데를막아서는그한사람이있다면神様は하나님께서는이스라엘을사막고도시나갔다이스라엘을멸하지않았다라는것입니다。神様の持っている하나님께서지니신このイスラエルの堕落に対する怒り、그이스라엘을향한그타락에대한진노、その一人の上に神様は怒りを沈めようとされたという。그한사람으로인해서그진노를진노를버리시고자했다는것입니다。しかし残念なことに、하지만유감스럽습니다。そのような人々をイスラエルの中で見つけることできなかった。사람을찾다가얻지못했다라고하십니다。今日私たちは오늘우리들은このところを通して、이말씀을통해서この石垣を築く人、이성무너성을쌓는사람、破れ口を修理する人、성무너지를막아서는사람、아そういう人とは具体的にどういう人のことを言うのかということを考えます。그런사람은대체어떠한사람인지를생각해봅니다。御言葉を通して確認します。말씀을통해서우리가확인해보겠습니다。神様が探している人です。찾으시는사람입니다。神様が今も見つけようとしている人、하나님께서지금도얻고자하는사람입니다。それは具体的に、그사람은구체적으로壊れてしまった、부서졌다、神様と人との間に立つことができる人ということです。부서졌다、부서진것、하나님과사람의그사이에설수있는자입니다。神様との人との関係が壊れてしまった、하나님과사람의그관계가부서졌습니다。その壊れてしまったその関係の間に立つことができる人を探しているということ。그부서진가운데서서설수있는사람이라는것입니다。神様と人との関係は、하나님과사람의관계는人が犯した罪によって壊されてしまいました。사람이지은그죄로인해서부서집니다。英語では영어로는ギャップとも言いますね。ギャップ이라고도합니다。神様の心と人の心にギャップができてしまう。하나님과사람의그마음에갭이생겼다。当時で言えば、그당시로말한다면神様とイスラエルとの間にギャップができてしまった。하나님과이스라엘그사이에갭이생겼다는것입니다。イスラエルが神の御心から完全に離れてしまった。이스라엘이하나님의뜻에서온전히멀어졌습니다。そのギャップを埋めることのために、그갭을막기위해、その間に立ってこの壊れてしまった関係を修復することのために、그무너졌던그관계를회복하기위해、そのために働くことができるものを神様はイスラエルの中で探したということ。그것을위해일하는사람、그사람을찾았다는것입니다。
じゃあそれが具体的に何を言ってるかというと、그것이구체적으로무엇을말합니까？取りなしの祈りを言ってる。바로중보기도를말합니다。取りなしの祈り。중보기도입니다。시편106편。시편106편。23節です。23절보겠습니다。시편106편23節。시편106편23절입니다。詩編106編23節、それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見舞いの破れに立たなかったらどうなっていたことか。그러므로여호와께서그들을멸하리라하셨으나그가택하신모세가그어려운가운데서그앞에서서그노를돌이켜멸하시지아니하게하였도다はい、まずここ見れば主は語られます。여기서주님께서말씀하십니다。彼らを滅ぼす。저희를멸하리라。これは出エジプトをしてアラノにいるイスラエルに対して語られる主の御言葉です。출애굽했던그이스라엘향해서말씀하신하나님의말씀입니다。イスラエルの民は出エジプトした後も続けて彼らは神様に対して罪を犯し続けました。출애굽하고나서도계속해서그들은죄를지었습니다。反逆しました。반역했습니다。不平不満語りました。불평불만을했습니다。神の心を苦しめました。하나님의마음을아프게했습니다。そのようなイスラエルを神様このところで滅ぼすって言ったんです。그런이스라엘을멸하리라하고말씀하십니다。これ神様の決定です。그것은하나님의결정입니다。神様とイスラエルの関係はもう完全に壊されています。하나님과이스라엘관계를완전히부서졌습니다。イスラエルの罪のゆえに。이스라엘의죄로인해서。しかしその時に。하지만그때모세という人物がその神とイスラエルとの民の間に立つんです。모세가그하나님과그이스라엘백성그가운데섰습니다。この神とイスラエルの壊れた関係を修復するために。그이스라엘과하나님의그부서진관계를회복하기위해。この間にできてしまったギャップをもう一度埋めるために。그사이에생긴그ギャップを다시금메꾸기위해。모세가破れた。모세가그부서진것에섰습니다。そのことが具体的に。구체적으로슈트에집트에있습니다출애굽에기록되어있습니다슈트에집트출애굽32장 11절에서 14절말씀입니다슈트에집트기출애굽기32장 11절에서 14절입니다読みます、しかしモーセは彼の神主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が神は彼らを山地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。アメン。모세가그하나님여호와께구하여가로되여호와여어찌하여그큰권능과강한손으로애굽땅에서인도하여내신주의백성에게진노하시나이까어찌하여애굽백사람으로이르기를여호와가활을내려그백성을산에서죽이고지면에서진멸하려고인도하여내어도다하게하려하시나이까주의맹렬한노를그치시고뜻을돌이키사주의백성에게이활을내리지마옵소서주의종아브라함과이삭과이스라엘을기억하소서주께서주를가르켜그들에게맹세하여이르시기를내가너희자손을하늘의별처럼많게하고날허락한이온땅을너희의자손에게주어영영한기업이되게하리라하셨나이다여호와께서뜻을돌이키사말씀하신하를그백성에게내리지아니하시리다하나님은이스라엘의땅을멸하는것을결정하셨다이스라엘백성에게백성을멸하는것을결정하셨습니다모세가その間に立つんです。모세가그사이에섰습니다。そして祈りを捧げる。그리고기도합니다。あなたがこのように約束してイスラエルの民を祝福するって語ったんじゃないですか。당신이이스라엘백성을향해서이렇게약속하지않았습니까。아브라함이삭이스라엘을もう神様どうか覚えてください。하나님아브라함이삭이스라엘을기억하소서。あの彼らに語ったあなたのあの契約の御言葉をもう一度思い起こしてください。그들을향하신주님의그계약의말씀을기억하여주옵소서。あの御言葉は全部嘘だったんですか。그말씀은거짓이었습니까라는
そのようにしてモーセは神に対してこう訴えるわけなんですよ。그렇게모세는하나님께호소합니다。祈られたんです。기도하는것입니다。そうすると14節を見れば、14節を본다면神様は하나님께서는이스라엘に下すと仰せられた災いを思い直された。그말씀하신하를그백성에게내리지아니하십니다。神様の心が変わった。여호와께서뜻을돌이키셨습니다。神様の決定されたことがモーセが祈りを捧げたということに対して変えられたということです。하나님께서결정하신그것에모세가기도함으로그것을돌이키셨다는것입니다。破れ口に立って祈る祈り。무너진데를막아서는기도。この祈りには、이기도에는このような大きな力があるということを知ることができるんです。그능력이있음을우리는알수있습니다。야고보서16절입니다。야고보서5장16절보겠습니다。야고보서5장16절입니다。야고보5장16절입니다。야고보서5장16절입니다。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アメン。그러므로너희죄를서로고백하며병이낫기를위하여서로기도하라。의인의강구는역사하는힘이큰힘이니라。はい、御言葉はどのように宣言しますか。말씀은어떻게선포합니까。義人の祈りが働くとそれには力がある。의인이기도할때역사함이큽니다라고합니다。大いに力があってそれは効果のあるものだとも訳されます。그의인의강구는大きく力があって큰힘이있고大いなる効果がもたらされるものだ。큰효과가일으켜지는기도다라는것입니다。勢いがあるとも言われます。勢いがある。그힘이있다는것입니다。英語では to be strong、 強いということです。강하다는것입니다。義人が祈る祈りには勢いがある。의인의강구는그힘이있다。大きな効果がある。큰효과가있다。ものすごい力があるという。굉장한힘이많다라고하는것입니다。そのような祈りを捧げる皆様に祝福します。기도를하시는여러분되시기를축복합니다。じゃあ義人とは誰のことでしょう。그렇다면의인은누구입니까。ローマ서5章19節。5장19절입니다。ローマ5章19節。ローマ서5장19절입니다。ローマ5章19節です。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。アメン。한사람이순종하지아니함으로많은사람이죄인된것같이한사람이순종하심으로많은사람이의인이되리라。私たちは義人ですか。우리가의인입니까。아니에요。違いますか。아닙니까。違うの。아닙니까。アーメンでしょ。アーメン。イエス様を信じたらみんな義人ですよ。イエス様のあの一人のこの聖書に、一人の人の従順によって全ての者たちが義人とされる。예한사람의그순종으로모든이가의인이된다말씀하십니다。一人の従順とは何ですか。한사람의그순종이イエス・キリストの十字架。예수님의십자가。イエス様は十字架の死にまでも従って。예수님께서그죽음까지도순종하셨다。私たちの罪の贖いを成し遂げてくださった。우리들의죄를야우리들의구속구원을이루어주셨다。イエス様が十字架の死にまでも従ってくださったがゆえに。예수님께서그십자가죽음까지순종하셨다。それに従ってそれを信じて生きる全ての者たちを義人とされた。그예수님을믿는자그모든이가의인이되었다。本当は罪人なんです。원래는죄인입니다。義人と呼ぶことできないものなんです。예의인이라부를수불려질수없는자입니다。しかし私たちは、하지만우리들은イエス様が私たちの全ての罪を背負って十字架にかかって死んでくださったがゆえに、예수님께서모든죄를짊어지시고십자가상에서돌아가심으로말미암아イエス様のゆえに、예수님으로인해서それを信じる者義人とされる。예수님믿는자의인이된다말씀하십니다。恵みなんです。은혜입니다。恵み。은혜입니다。イエス様のゆえに、예수님으로인해서信じる者は믿는자는義人として生きることができる。의인으로살아가는것입니다。義人でなかった者が의인이아니었던자罪人として生きた者が죄인으로살았던자イエス様の十字架から인해의인으로바뀌어변화되는것입니다。じゃあ皆さん義人ですか。그럼여러분의인이십니까。義人ですか。의인이십니까。아멘。아멘。イエス様を信じて義とされた者で。예수님을믿고의로불려지는자들입니다。そうだから。그렇다면。私たちは喜んで今日から破れ口に立たなきゃならない。우리가오늘부터기뻐하며그무너진데서야돼막아서야됩니다。私たちが破れ口に立つ時に。우리가그무너진데를막아설때。取りなしの祈りへと導かれる時に。중보기도로나아갈때。日本の救い。일본의구원。韓国の救い。韓国의구원。中国の救い。アメリカ、미국、イスラエルの救い、イスラエル구원祈り始めるときに、기도하고나아갈때、私たちの祈りにはその大きな力があって、우리의그그기도하는그강구에는큰힘이있으며、大きな効果が表される。큰효과가일으켜진다는것입니다。今は、
何があってもおかしくない。어떤일이일어나도이상하지않지。もう今久米さんが言った通りに。정말久米さんが말씀하셨는데。明日何があるか分からない。내일무슨일이있을지도모릅니다。もう当時のイスラエルのように。그당시에이스라엘처럼。神様の裁きがいつ起こってもおかしくない時代。언제일어날지도이상하지않을그러한시대。そんな中にあって。그런곳에있었습니다。그때하나님은。そんな中にあって。神様は通りなしの祈りをする者を探しているということです。準備祈りを하는자、그자를찾으신다는것입니다。神様の御心は、하나님의뜻은、何度も言っているように裁きではない。몇번이나말씀하셨듯이심판이아닙니다。祝福です。축복입니다。滅びではないです。멸망이아닙니다。救いなんです。구원입니다。しかしそのために、하지만그것을위해、通りなし祈る者を探しているというんです。準備祈りを하는자、그기도하는자를찾으신다는것입니다。神様と人との関係が壊れてしまったそのところに立って祈る者を探しているというんです。하나님과사람의그관계무너진그것을막고서는자그자를찾으신다는모세のような人を探している모세같은일을찾으신다는神のために鳥なしの祈りを捧げることができるものを探している백성을위해서중보할수있는자를찾으신다는것입니다가족のために가족을위해서職場のために직장을위해서学校のために학교를위해서私たちが置かれているその場所のために우리가놓여진그자리에있어서そこにいる人々の救いのために그들의구원을위해서神様とその人の間に立って鳥なし祈るものを神を探しておられる하나님과사람의그관계에서서중보기도하는자그자를찾으신다는것입니다아브라함의시대아브라함의시대소돔과고모라가하나님의사랑을받게되었습니다소돔과고모라는하나님의심판을받았습니다아브라함은하나님과소돔과고모라를받게되는결정을듣고있습니다하나님께서소돔과고모라를심판하신다는것을들었습니다소리오시다아브라함은그것을안아브라함은소돔과고모라를위해서기도하기시작했습니다돌이나시는일입니다중보기도입니다아브라함은하나님께訴えます아브라함이하나님께호소합니다하나님もしこの町の中に50人の正しい人がいるとしますその마을에50명의인이있다고합시다それなのに그런데50人の正しい者のために神様あなたはこの町を滅ぼされるんですか50명의인을위해서그땅을멸하시겠습니까彼らのために神様はこの町を許してくださらないんですか그들을위해서그땅을용서하지않습니까神様答えます하나님께서말씀하십니다私はその正しい50人のためにこの町を許す내가그의인の50명을위해서그땅을멸하지아니하리라아브라함은ちょっと心配します아브라함걱정합니다아もしかしたら50人いないかもしれない아50명이없을지없습니다神様하나님40人いるかもしれません40명이있을수있습니다もしかしたら30人かもしれません30名いやもうちょっと心配だな20人かもしれません20名いや10人かもしれない10名神様10人しかこの町に正しいものしか、ものがいないかもしれない의인이있을수10명이있을수있습니다しかし하지만この10人の正しいものの上にこの町を許してくださらないんですか10명의그의인을위해서그땅을용서하지않으시겠습니까神様答えます하나님께서말씀하십니다その10人のために私は10명을위해서내가멸하지않겠다結果どうなったんですか결과어떻게됩니까ソドムとゴモラはソドムとゴモラ는神の裁きを受けた하나님의심판을받았습니다どういうことですか어떤것입니까その町に正しい者10人もいなかった의인10명도없었다는것입니다すべてのそこにいる町にいる10人すべてが모든이들이堕落していた타락했다는것입니다その結果그결과ソドムとゴモラは裁きを受けたソドムとゴモラ는심판을받습니다しかし感謝のことを発見します하지만감사한것을발견합니다神様は하나님께서는아브라함의あの祈りを決して退けることしない아브라함의그기도를결코치지않으셨습니다소돔의町には소돔의그땅에아브라함의오이노로도아브라함의조카그롯이살고있었습니다로도모로또한본래ならば본래라면堕落したソドムの町に住んでいたんですから滅ぼされなきゃならなかったんです堕落한그땅에살고있었기에함께멸해졌을것입니다彼も堕落していたんです그또한堕落했습니다罪の中に彼も完全に入っていたんです그또한들어가있었습니다しかし神様は하지만하나님께서는아브라함의아브라함의그기도祈りに応えた기도에응답하셨습니다そして그리고ロドとその家族だけを救おうとされた구원하시고자하셨습니다実際ロドの妻は실제로ロセ아내는救われようとしたんですけども後ろを振り後ろを振り返ったがゆえに潮の橋が立ちました以前ディモスディロルトラボアキへ速く軌道に出くまみだ後ろを振り向かいずに前に向いて向かってまっすぐに走って行きなさいって言われたんですけどいやディロルトラボジマイコアプリアンへ뛰어가라했지만ロトの奥さんはロセアネヌソドムに未練を持って後ろを振り向いてソドムへ未練을두고ディロルトラボアスミダ未練もたれないです未練을가져서는안됩니다この世の未練捨てなきゃいけない世상의未練とは버려야됩니다潮の橋が立ちますそこ기도이되었습니다しかしロトは助かった하지만ロス도움을받았습니다なぜロト助かったでしょう왜ロシ도움을받았습니까아브라함が祈ったあの正しい人の中にアブラハムがそのロトがいたということなのか그기도안에ロシ있었던건가
アブラハムが祈った、アブラハムが祈った、正しい人、バル、의、その正しい人の中に、그바의가운데ロトがいたのか、ロシー있었던가、決してそうじゃないです、결코그렇지않습니다、彼はソドムの中で堕落していた、ソドム안에서함께堕落해있었습니다、最初聖書を見たら、처음에성경을본다면ロトはロスソドムの町の外に最初住んでいたんです。처음에그소돔의그밖에살살고소돔의町の外に住んでいた。소돔의그땅그밖에살고있었습니다。その意味は、그의미는まだロトの中には神様を求める心があったという。아직하나님을구하는그마음이로단에있었다는것입니다。しかしこの時には、하지만그소돔이멸하는그때ロトは完全にソドムの中に住んでいた。完全にソドム안에거하고있었다。引っ越ししていたんです。이사를하고있었던것。その意味は、もうソドムの罪の中に完全にいたということなんです。소돔의그제안에완전하게들어가있다。だからロトもこの時には滅ぼされなきゃならなかった。그렇게ロト와함께멸망을받게되었습니다。しかし、하지만ロトは救われたんです。ロシュ구원을입었습니다。なぜ救われたんでしょう。왜구원을입었습니까。アブラハムの祈りです。アブラハムの그기도입니다。アブラハムがヤベル口に立って祈った祈りなんです。アブラハムが하나님앞에서서기도했던그기도입니다。アブラハムのあの祈りを神様が覚えて、アブラハムの그기도를하나님께서기억하셨으면、ロトは憐れみの中で救われた。구원、하나님의긍휼안으로구원을입었습니다。実際アブラハムは、실제アブラハムはこの時に、이때、私の祈りを通してロトが救われたということを知らないんです。나의기도로로시구원을입었다라는것을알지못합니다。アブラハムが祈った内容が受け取られたということを彼は確認できないんです。아브라함의기도가응답되었다라는것은아브라함은확인할수없습니다。アブラハムは、아브라함은遠くの目でソドムが滅ぼされていることを見たんです。먼곳에서먼발치에서소돔이멸망되고있는것을보게됩니다。彼はもしかしたら私の祈りは聞かれなかったと思ったかもしれません。내기도가응답되지않았다라고생각했을수있습니다。しかし、하지만アブラハムがそのこと確認できてもできなくても、아브라함이그사실을확인할수있어도없어도、彼の祈りは間違いなく神様に届けられた。틀림없이하나님께상달되었습니다。そしてこのロトがソドムの町から救われた。그리고그로시그소돔땅에서구원을입었다는것입니다。私たちが우리가祈る時に、기도할때、誰かが必ず救われます。누군가가반드시구원받습니다。それを私たちが今目の前、目で確認することができなかった。우리가눈으로확인할수없다할지라도、神様の時、하나님의때、もう今明かしされて、지금간증하듯이、もう30年後だと、30년후라도、必ず我らの祈った祈りは、우리의기도는열매를맺게됩니다。救われます。구원받습니다。だから私たちは、그렇게우리는、祈ることを諦めてます。기도하는것을포기해서는안됩니다。日本のリバイバルのために、日本の復興을위해서、祈ることを기도하는것을諦めてはならないです。イスラエルの回復のために祈ることを諦めてはならないです。家族の救いのために祈り続けなきゃいけない。私たちは破れ口に立って무너진데를막아서祈り続けなきゃいけない。기도하고나아가야됩니다。大切な友達の救いのために중요한친구의구원을위해서神様とその人の間に立って私が祈らなかったら誰が祈るんですか。그사람그사이에서서막아서서우리가기도하지않으면누가기도하겠습니까。神様祈る人を探し하나님께서는기도하는자를찾으십니다。이사야59章이사야서59장16절입니다。이사야59章16절이사야서59장16절입니다。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。アメン。사람이없음을보시며중재자가없음을이상히여기셨으므로자기팔로스스로구원을베푸시며자기의공의를스스로의지하사神様いつの時代でも取り出すものを探しておられます。하나님께서는어느시대든지중복이라는자를찾으십니다。しかし今読んで知ることは하지만지금보고우리이말씀을보고알수있는것은神様驚くんです。하나님은놀라요。何を驚くものか。무엇을놀라시는지。祈る人がいないというんです。기도하는자가없다는取り出す人誰もいないというんです。중복이라는자가없다는것입니다。今日ここにいる皆様が오늘여기계신여러분들이神様の御心に答えることができますように願います。하나님의뜻에응답하시기는자들에게取り出すものとして立ち上がらなきゃならないんです。중재자중복하는자로서야됩니다。国のために祈る人、나라를위해서기도합니다。政治が高い地位やいる人々のために祈る者、높은地位에있는일을위해서기도합니다。教会のために祈る人、교회를위해서기도합니다。牧師のために祈る人、목사를위해서기도합니다。そのような人、家族の救いのために、가족의구원을위해서기도합니다。友達の救いのために、친구의구원을위해서기도합니다。熱心を持って祈る人、열심으로기도합니다。そのような人として、그러한자로、私たちは今日もう一度献身できますように、다시한번우리는결심하기를주님의이름으로축복합니다。私たち祈りなければ何もできない。우리가기도없이는아무것도할수없습니다。祈りがなければ、기도없이는、今이사야서는何て言うんですか。지금이사야서에서뭐라고하나님의義のままにそうなされるということです。하나님의자기의팔로스스로구원을その意味なんですか。그의미는무엇입니까。その神の義のままにそのままさられるということです。하나님의그팔로바로주님의그심판을祈る人がいなければ아기도하는자가없다면
祈る人がいなければ기도하는神の憐れみに望まれないんです。하나님의긍휼또한임하지않습니다。最近私は一つのことを聞いて本当感謝しています。한가지일을듣고정말감사하고アメリカの미국의ワシントン DC ホワイトハウスの前に그ホワイトハウス앞에ホワイトハウスの本当の前よ。그ホワイトハウス바로앞에その前で그앞에アメリカ人の미국사람クリスチャンの若者たちが24時間24시간テントを張ってテントを張ってその場所で礼拝して賛美してるんです。祈り捧げてるんです。기도를드린다アメリカのために미국을위해서この堕落してしまったことバビロンのようなことアメリカのためにクリスチャンの若者たちが立ち上がってその場所でテントを張って神様の前でアメリカを救ってくださいって祈り捧げてるんです。ダビデの幕屋なんです。デイビッドテントって言いません。ダビデの幕屋です。来年の11月8日まで毎日24時間途切れることなく若者たちが立ち上がって祈り捧げてるんです。本当に感謝します。정말감사드렸습니다。私たちもそこに一回参加してます。거기한번참석하고싶습니다。そこに考えています。그렇게생각하고있습니다。神様が하나님께서彼らの내가本当に喜んでいると思います。예배를기뻐하고계실줄믿습니다。アメリカの現状を見れば、미국의한사람보다면、もう神様の裁きを受けるしかないような、하나님의심판이임할것같은、もうエゼキエル生きていたイスラエルのような、그시대를살았던이스라엘같은、完全堕落したような状況です。完全な堕落한모습입니다。しかしその中にあっても、하지만그런가운데서도、神様とアメリカの間に立って祈る者がいるということですね。그미국앞에서서그문화진들을막아서서기도하는자가있다는것입니다。本当に感謝です。정말감사합니다。日本でも起こされています。일본에서도일어나고있습니다。私たちも우리들또한立ち上がらなきゃならない。일어나야됩니다。祈りのために기도를위해서もう一度私たち立ち上がらなきゃ우리가다시금일어나야됩니다。祈り会大切にしてください。기도모임을여러분중요시하시기바랍니다。共に祈り祈りに力があります。함께기도하는그기도의능력이있습니다。목요일마하탄参加してください。목요일맨하탄에도참석하시기바랍니다。金曜日ニュージャージーで一生懸命祈りましょう。金曜日ニュージャージー에서함께열심으로기도합시다。破れ口に立って熱心に祈らなきゃならない。문화진들을막아서서우리가열심으로기도해야됩니다。もう一度다시한번지진의祈りは働くと大きな力があります。주인의강권은역사하는힘이많다라고말씀하셨습니다。皆様の祈りは決して小さな여러분들의기도는결코작지않습니다。능력있는하나님의心을動かすことができる。하나님의마음을돌이킬수있는것。하나님의결정을変化させることができる。하나님의결정을변화시킬수있는것。これからの時代において이제부터시대에있어서最も大切な働きは取り出しと祈りです。중요한사역은중보기도입니다。ダビデの幕屋において다윗의장막에있어서礼拝のために献身していた人々のように예배를위해서헌신했던사람今この時代において지금이시대神様ももう一度하나님께서다시礼拝のために献身する人예배를위해서헌신하는바알に膝をかがめない者たち바알에게무릎꿇지않는자神様によって選ばれた残された7000人하나님께서택하신남겨진그7000명その者たちが立ち上がる時であることを今イエスの名で宣言します。지금이시간예수이름을선포합니다。ラブジョイピース教会がラブジョイピース教会がこの世界の中の이세계가운데祈るために정말기도하는大切なピースとして그한중요한피스로서用いられることを心から願います。쓰임받기를지시기바랍니다。神の御心がなされるために하나님의뜻이이루어지기위해全ての者たちが救われるために모든이들이구원받기위해전세계에리바이벌을起こるために전세계부흥이일어나기위해我らが祈りのために今日立ち上がらないと。오늘일어서야됩니다。我らが考える以上に우리가생각하는이상으로大きな効果が정말놀라운효과が私たちが知らないところでも起こっていることを信じてください。우리가알지못하는곳에서도일어나고있음을믿으시기바랍니다。祈りましょう。기도합시다。